南部の緑色がアンタルファルバ軍ミカエルアイピューピンあるいはマイケルアイピューピン本名ミハイロイドブロスキップピンはセルビアの物理学者で物理科学者数多くの特許を取得したことで知られており長距離電話通信の距離を大幅に伸ばすため通信線に一定間隔で送加コイルを挿入するという手法を発明したことで特に知られているこの手法は ピューピンの名をとって、プピニザチオンと呼ばれている。バナト地方、パンチェーボ近くのイドボルという村で生まれた。イドボルスキとは、イドボル、トロウドバルのという意味の称号である。父を早くに亡くし、1874年にアメリカ合衆国に移住。ピューピンは事前に、当時の移民法が今とは違っていたことが幸いだった。その時の試験官がとても親切だったが、 私には何が何だか分からなかったと書いている。一時的にデラウェア州で農場労働者として働いた後、数年間はニューヨークで下働きのような仕事を転々とした。そうして英語とアメリカの文化を学んだ。特に図書館とクーパーユニオンでの講義が彼にとっては重要な情報源だった。1879年、コロンビアカレッジに入学し、 スポーツと学問の両面で才能を発揮した。友人は、ピューピンが優秀なボートの小切手になるだろうと予測し、良い小切手になれば大学が放っておかないだろうと思われた。大学3年生の時、クラスの委員長に選ばれた。1883年、コロンビアカレッジを優秀な成績で卒業し、同時にアメリカ市民権を得た。その後ベルリン大学で、 ヘルマン・フォン・ヘルム・ホルツに指示して博士号を取得し、1889年にコロンビア大学に戻り、新設された電気工学科で数理物理学講師の職を得た。ピューピンは搬送派検室と電流解析で先駆的な研究を行った。1899年、創価コイルの特許を取得した。これは、ピューピンが特許を取得する7年前に、 オリバーヘビサイドが発表した成果を応用したものである。AT&T がこの特許の使用権を取得したことで、その重要性が認識され、同時にピューピンは裕福になった。もっとも AT&T はその特許を買ったが、ほとんど使わなかった。というのも AT&T はほぼ同時に、ジョージ・ギャンベルに似たような開発をさせており、ピューピンの特許は、そちらの特許と競合する。 可能性があったために買い取ったのだった。AT&T は長距離電話の範囲を大幅に拡大する可能性ある発明を制御できなくなることを恐れた。ピューピンはアメリカ合衆国内で初めてビルヘルムレントゲンの X 線発生方法を追試した一人である。1896年、蛍光色素を染み込ませた紙を簡板に重ねる方式を発明し、それまで X 線写真の撮影に1時間以上かかっていたものを数秒で済むようにした。彼はアメリカでの X 線の医療への応用を研究した最初の人間の一人でもある。その後まもなく1896年4月に肺炎を患い危うく死にかけた。彼を看病した妻も肺炎にかかり亡くなった。その後、ピューピンは X 線の研究から離れ二度と戻らなかった。 1901年にコロンビア大学の教授になり、1931年には名誉教授となった。教授になってからニューヨーク市内とコネチカット州ノーフォークに家を持ち、特にノーフォークにはセルビア風の邸宅ヘンロックヒルファームを建てた。1911年、セルビア王国のニューヨーク領事に就任。アメリカ大統領ウッドロー・ウィルソンが1918年1月8日に、 議会で行った14カ条の平和原則という演説では、ピューピンとの会話に触発され、オーストリア・ハンガリー帝国の君主政治家での民族自決と同様に、セルビアとモンテネグロの復元を強く主張している。ピューピンの自伝フロムイミグラント2インベンターは1924年のピューリッツァ賞を受賞した。他にもザニューレ・ファーメーションやロマンス・オブ・ザ・マシンといった本を書き、 専門書も多数書いている。一般書の中では、現代科学が神への信仰を支え、強化したと主張している。ピューピンはアメリカでのセルビア人移民社会でも活発に活動しており、セルビーン・ナショナルディフェンスカウンシル・オブ・アメリカを創設し、初代会長を務めた。1918年には、セルビーン・オーソドックス・チャーチという本を編集している。 ピューピンは1917年に無線学会の会長、1925年から1926年にはアメリカ電気学会の会長を務めた。アメリカ科学振興協会やニューヨーク科学アカデミー、セルビーンアカデミー・オブ・サイエンスの会長も務めたことがある。1920年、数理物理学での業績とその電気転送への応用に対して IA エジソンメダルを受賞した。 コロンビア大学のピューピンホールは1927年に建てられ1935年に彼の名を冠することになった。月には彼の名を冠した小さなクレーターがある。1946年にはベオグラードにミハイロプピンインスティチュートという工学研究機関が設立された。ありがとうございます。